皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、行く理由を売るのではなくて行かない理由を潰そう、集客と制約のバランスとその秘訣ということについてお伝えしてみたいと思います。実はですね、このタイトルに入っているこの言葉、行く理由を売るのではなくて行かない理由を潰そうっていうのがですね、近婚の西野さんが、何かのコメントの時に、発表したというか言ったセリフを引っ張ってきてます。確か、なんだっけな、天才万博、何かそのイベントを運営する上で考えている考え方みたいなことをねおっしゃってたんですけれども、私の場合にはこの言葉は、集客と制約の、プロセスに置き換えた時に考えられる内容だなというふうに思ったので、私はそちらの方面からちょっとこの言葉の意味と内容を自分流に解説をしてみたいというふうに思います。はい、では本題に入ります。行く理由を売るのではなくてっていうふうには書いてあるんですけれども、その行く理由っていうのは、例えば教室業の皆さんの場合で言うと、私もそれを一緒に皆さんと組むんですが、いわゆるコンセプトワークといって、お客さん、教室の場合には生徒さんですね、生徒さんがその教室に行く理由を作るし売ります。それはやっぱり、いわゆる USP っていう、ユニークセリングプロポジションという、USP といったものを作ってですね、お客様が来たいと思う内容、よりアピールの部分を強化した形で外向きに見せていくので、行く理由を売ってるのには間違いないです、おそらく。でしかもこの売りが弱いとですね、来ないんですよ、生徒さんが。でどんなに技能とか知識があっても、それが欲しい人とマッチングしてないと意味がない。例えばオーバースペックの場合ありますよね、よくありがちな話なんですが、教室の先生で職人で技術を求めるタイプの人っていうのは、集客ができないとさらに技術を追い求めていって上へ上へと行ってしまうんですよね。例えばフランスパンとかも結構難しいパン、バゲットとか難しいパンの一個なんですけれども、それをさらにもっと内装がクラムがとか、ね、クラストがとかって、中パリッとしてどうとか、ね、オーブンはこんなのを使ってとか、だんだんそのマニアの方の知識の方にどん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 行っちゃって、でこの人たちってそこまで求めてない場合には、先生がそのオーバースペックすぎるんですよね、こう行こうと思う部分において。だから欲しい人、その求める人の技術に合ったところまでで十分 OK なのに、勝手にここが必要と思って習いに行っちゃって技術を身につける。でここが必要な人ってこの人たちなんですよね。このレベルが合う、同じレベルの人たちならお話的に合うんだけれども、人口ってやっぱピラミッド型、そのだんだん上級になればなるほど、ピラミッド型で少なくなってきます、そこを求める人は。でその代わり他ではないものを持っていて、それをすごく習いたいっていう人は金額は高額を出します。だから人数は少ないけど多分金額は出してくれる。ここはみんなも教えられるし、どこも教室も似てるような内容でっていうと、金額は安いけど人数多いみたいな、どこのピラミッドのどのあたり狙っていくかっていうのも戦略と言われる部分の一個にはなってくるんですけれどもね。私が最初7つの天然工房を習うっていうタイプの人は、このピラミッドの中の中間よりちょっと上ぐらいの層を狙うっていうやり方でやりました。当時はそこはスポッと抜けている領域だったんですよね。イーストは終わっている、天然酵母も検討はしてるけどまだやってない、いろんな天然酵母習ってみたくって、自分に合った酵母を探したいっていう、このキワキワのちょっと上級、中上級に行くちょいと手前の 初心者は卒業したみたいな、こう場所をわざわざ狙いに行くっていうやり方をしていたので、ちょっと変わった層を
ターゲットにするっていう、まあ、それはきっとニーダーっていうパンをこねる機械でパン作りをするっていうことを教えるっていうレベルだったからかもしれません。ニーダーを持ってるっていうことは手ごねに飽きてるか疲れてるかっていうことなんで、大抵パン作ってます。結構もう手ごねはいいやっていう状態になるのはもうこねるのは疲れるからいい、成形とか味の配合とかそっちの方にこだわりたいとかねいう方とかもいらっしゃったんで、そこの層を狙ったっていうことですね。そこの層を狙っていうことは当然その人たちが何を望んでいてどういう教室なら行きたいと思ってるかっていうのはかなりリサーチした上でその商品作りというかレッスンメニューを決めているので、これができてるかできてないかでよってレベルをお客様と合わせられるかどうかっていう、それが一つ集客の場合には大きなポイントになってくるんですね。ですからレベルが合ってくるとその人たちの行く理由を考えてあげるという必要があります。こちら側としては行く理由を売るということになります。例えば私のその天然酵母のクラスでは、何が行く理由だったかっていうと、イーストからのレベルアップでその酵母のクラスに通いたいけど何酵母に行ったらいいのかが自分が好きな酵母がわからないっていう人がいたんですよね。星の酵母なのかアコ酵母なのか白神小玉なのかなんとか酵母とかいろいろあるんですけど、でそれを、バラエティを全部一箇所で教えましょうっていうのが私の教室だったんで、一個の酵母に特化したものも好きなものが決まってる人はその専門教室に行ったらいい状態なんですよね。それを試したい人が、あとは酵母間の変換ですね、レシピ変換を知りたい人とかが習いに来たらいいという作り方にまずしていたので、分かりやすい売りです。何箇所も通わなくて一箇所で一通りの酵母の扱い方全部習えるよっていう、そこにメリットを感じる人が来てくれる。だから行く理由を考えてますよね。でもう一つはどちらかっていうとそのニーダーを使うっていうことで手ごねはやらない分、難しめの生地とかを機械がこねてくれて、ある一定のやり方でやればみんなが同じ生地がまずは出来上がるということで、味が保証された状態で成形を楽しんでいただく。で成形を楽しむことによってプレゼントをするようなパンを作りましょうっていう、技術だけを学ぶわけではなくパンをコミュニケーションツールに使いましょうっていうのが私のコンセプトだったので、やはりそういったちょっと変わったパン、パン屋さんには売ってないけどおしゃれで美味しそうみたいな、そういうパンを求める人たちは習いに来てた。これも行く理由になります。その大きな2つの特徴がある講座だったんですけれども、ですのでそれを私は考えて行く理由はこうだよというものを提示して、でそれに合う人はどういう人なのか、まあ、当然ターゲットリサーチはしていますので、その人たちに響くように、かつキーワードとかで探してもらえるようにブログを書いたりとか、そういうことをしていたわけなんですよ。だから行く理由を売ってます、その段階ではね。そして今度行かない理由を潰すっていう方の解説なんですけど、これは非常に大事な話で、集客しました、ね、そういうコンセプトで集客しました。で私はなるべく体験会をやる時間がないというのが、レッスン稼働を本番のレッスン、だから10時半から1時半がベースなんですけど、それを月に22日ぐらい稼働させたいというふうに思っていたので週5日動く感じになります。そうなると体験会っていうのをその日中の時間に入れていくのが非常に難しくって、まあ、3時半から7時くらいまでが体験会の時間になっているので、要は体験会をやりたいというタイプの組み方ではなく、ウェブを見て内容を理解したら申し込んでくださいねという動線設計をしていたので、体験してもらわないとわからない、分かりにくいレッスンを売ってる方は体験会が多分ハードルを下げる上では必要になってくると思うんですよね。で特に高額のものとか売っていく場合にはそうなってきます。でその体験会も、体験会に来た時に生徒さんが何を望んでいて自分の講座とそれはマッチングするのかっていうのを本人も見ているけれども先生もそれを見てあげないといけないわけですよね。で先生としては
来てもらいたいという気持ちの方が自分の方が強かった場合には、その生徒さんが行けないという理由を潰していかないといけない。それがまあ体験会でやるべきこと、まあ、制約って言われるプロセスになるんですけれどもね。例えば日程が合わないとかね、まあ、よくある話です。先生が先に出している日程に対して合わないと言ったら、そこで終わればそこまでですよね。まあ普通にですね、その場合には、じゃあいつだったら行けそうですかって普通に聞きます。合わないって言ってるわけですからね。私の場合には個性だったんで、第3木曜日とか第2火曜日とかっていうその曜日で決まっているタイプの、組み方をしていたので、いつだったら大丈夫なんですか。一応そのコース制っていうのを分かって体験会来てるわけですから、本来は申し込みたいはずが前提になっていて、いつだったらって言いますよね。でこの時に手帳とかを見たりとかして、具体的に第2金曜日なら来れますとかって言ってくれるんだったら、その第2金曜日が立てられる時、2、3ヶ月後とかになっちゃうんですけど、で待ってもらえれば作りますよ。その人一人がまずスタートでね、そこをあと人数私が埋めていけばいいだけなので、でそれがいけるって言った日でこちらが提示したのに申し込まないっていうのは、単なる言い訳で言っただけっていう時がありますよね。でも大概それを言ったら、その日程で用意すればその場で申し込みに大概なってきます。だから行かない理由をこれは潰してます。行かない理由を潰している日程に関しては。でさらに、いや決まった第何何曜日っていう来方は無理でとか、1ヶ月ごとじゃないと日程が出ないんですっていう方がもしいらっしゃったら、その方は講座の内容の組まれ方を見ていないし、ただに単に体験したかっただけなのね、まああんまり来ないですけど、そういう方は体験したかっただけなのねっていうのが多分その言葉で理解できるはずなんですよ。仕組みそのものを分かってきてるわけではないので。であれば、あそうなんですね、そうするとバラバラでの日程組むというのはできないので、今回難しいですねって言ってお返しします。はい。だからその必ずしも全員を入れる必要はなくて、そもそもそこを読んできてないっていう方はね、入った後も何かしら言った言わないでトラブルになる可能性が高い方なので、そういう方は入れなくていいっていうふうに思っています。基本的には読んでないですからね、内容を。あとは金額が一括入金、まあカードもやってましたけど、そこそこ大きい5万とか6万を動かしていただかなくてはいけないケースなので、主人に聞かないとっていうことをおっしゃる方いらっしゃいます。で私のターゲッティングとしてはですね、ご自身で5万円ぐらいは決済権限で1ヶ月の中でポンって動かせる人っていうのを、お客さんとして想像しているので、まああまりこう旦那さんに聞かないとっていう方をそもそも想定していないんですよ。自分の決済で、あやります入りますって言えるタイプの人を集めようっていうふうに決めていたので、だからお金も時間も余裕があるタイプの年齢層の方を集めるっていうことにしていたので、まあ稀にでも旦那に聞かないとっていう人います。でその時にはもちろん聞いてもらって全然構わないんですけど、期限をね決めてもらう。要は旦那さんとじゃあいつぐらいだったらお話できそうですかっていう話をします。そうすると週末なら話ができます、本当に話す気があればですよ週末ならゆっくり話ができそうで、分かりました、じゃあ週末話していただいた月曜日にお返事お待ちしてますねって言えば、月曜日に彼女は言わないといけない、月曜日にっていうか私ね返事をくれないといけないわけですよ。そこで一旦期限が決まります。で本気で来たくて本気で旦那さんを説得する、ないしは許可をもらおうっていうふうに思うのであれば、必ず週末に打ち合わせというか話し合いをするはずです。それがダメになろうが来れることなのか、どっちにしろ月曜日に回答をくれる人はまあ誠実な人です。で大丈夫って言われたんで申し込みます、これが OK の場合、旦那にダメだって言われたから申し込みできません、これ NO の場合、どちらにしても月曜日に結論が出るということです。でこれは行かない理由を潰すっていうか、中ぶらりにしないっていうことですね。で違う答えとしては、月曜日に連絡が来ないというケースです。
そういう人は割とルーズな人が多いです。時間にもルーズ、お金にもルーズ、レッスン内容に関しての、受講の態度もルーズに割となりがちな方、時間守れない方なんで、そうするとまあ月曜日にね、何かが急な突発的な事情があるようなケースもあるので、まあ水曜日ぐらいに連絡入れますね、私の方から。で、月曜日にね、お返事っていうことだったんでお待ちしてましたけれども、いかがでしたかっていう話を言うと、まだ旦那と話してませんとかね、話したけどダメだったとかね、まあいろんな理由とかがある。まあ、話してませんっていう方は、あ、そうですか、じゃあ、機会がね、会いましたらまたいつでもどうぞと言って終わりにしますね。うん、その人はね、多分来ないです。うん、で、実際来ないし。はい。で、まあ、まだ話してこれからとかっていう方は来るかもしれないけれども、ちょっと私の中では、そういったタイプの方はペンディングですね。トラブルになる可能性の要因をちょっと含めている感じになるので、なので基本こちらもお客様を見ながら、どういうふうにしていきたいかっていうのを決めるので、来させたい方がいらっしゃるようだったら、本人が来れないという障壁と事情を潰していくっていうことが多分必要になってくる。だから行かない理由を潰すっていうことで制約率が上がっていくっていうことなんですね。だからお客様の言われることをそのまま聞いてしまって、あ、そうなんですね、じゃあお回答待ってますとか言うとそれで終わっちゃうケースとかもあるので、必ずイエスかノーか白か黒かっていう結論を一旦出す癖をつけた方がいいですね。教室の先生、なぜかそれを聞くのを怖がる人がいます。なぜ怖いのか、それは心理的な話なだけなんですけれども、断られると自分の人格を否定されたと勘違いする方が多いからです。断るっていうのは、もちろんそのレッスンに魅力がなくて興味がなくて断るっていうケースが多いかもしれませんけれども、要は合わないっていうだけのことなので、合わないから行かないっていう、もうそのまんまです。だから先生自身が否定されたわけでもないし、教室を否定されたわけでもない。ここをちょっとね、勘違いする方いらっしゃるんですけれども、合わないだけなんですよ。だからそれが入る前に分かってよかったっていうだけのことなので、それを確認をするのを怖いっていう方は、大体言われるのが嫌、断られるのが嫌というマインドを持ってる方は確認しないんですね。確認しないから、まあいっかって言って五分五分ぐらいだった人は去っていったりとかしますしね。確認は自分にとっても保留にしてしまう案件を持ってしまうっていうことは、それをさらに違う機会に確認しないといけないじゃないですか。手間と時間がもったいないですよね。であればその場で、どうですかっていうのが言えるんだったら、それで確認をしてしまった方が早い。だから行かない理由は何なんだ、来れない理由は何なんだっていうのを探って、それを対処できることは対処する、対処できないことはできないって言えば、ご本人が決めてくださるので、通わない方は通わないし、来る方は来るっていう、この決断と結論を体験会の終わりに出せるかとかっていう、ここがポイントになりますね。なのでこちらがそれを確認をするという作業をしない限りは、お客さん自分から言わない方は言わないし、そもそもすごく気に入っていれば、途中でもう段階で、もう、通いますんで申し込み書くださいとかね、申し込みどうしたらいいですか、お金どうやって支払ったらいいですかとかね、そんな話を普通に言ってきたりとかするので、囲わないとっていうか変なんですけど、ちゃんと回答を出してもらわないといけないようなタイプの人には、行かない理由を潰して来やすい状態を作ってあげるっていう、この作業をこちら側がやってあげる必要があります。これはどちらかというと営業的なスキル、ヒューマンスキルに近いところですね、制約のスキルっていうふうに私は呼んでたりするんですけれども、このスキルがないがために集客はできても制約ができなくて、人が続かないとか、これリピート対策にもちょっと似てるところがありますので、お客様の状態を見抜いてそれに合った提案をする、
だから継続の場合にもそれに合った提案をするから継続するのであって、合った提案をしなければ継続しないので、そこで終わりになります。終わりになるとまたゼロから人を集客しないといけないので、なかなかこれしんどいです。なかなかしんどい。新規の集客デモのコストは時間的なもの、実際の出ていくお金、これも両方合わせてだいたい5倍かかるって言われてますので、時間がない時間がないっていう先生は大抵そういう無駄な作業を自ら好んで後回しにすることによって作っちゃってる方が結構多いです。だから制約のスキルっていうのも別個のものと捉えて、そちらがね苦手な方は鍛えていかないといけない範疇になってきます。はい、ということで本日のまとめでございます。行く理由を売るのではなくて行かない理由を潰そうというのは金婚西野さんの言葉です。私の場合には行く理由は集客のフェーズでは売る、行く理由を売ります。で、制約のフェーズでは行かない理由を潰す、この2方向を持つことによって、制約率の高い教室運営をしていくことができますので、苦手だなと思ってるフェーズがどちらなのかっていうことを考えて対処対応改善をしていっていただければというふうに思います。それでは。